今回はねこういうのを買いました。ビクター JVC から出てるね、ボリューム付きの、まあ、延長コードみたいなものですね。で長さはねいろいろあるんですけど、今回はねパソコンで使いたいので 0.7m 買いました。で、まあ、別にね何の変哲もない、まあ中身はねこんな感じのものです。クリップはね不要ならば外して使えます。まあクリップはね外して使うこともできます。まあウォークマンとかね、ポータブルプレイヤーで使われる方はこういうのを使うとねケーブルがプランプランしなくていいかなと思います。で、まあ今回ねビローンと長いんですけども、まあ短いものでも一緒ですね。プラグがあってこっちがジャックと、でスライダーがついてますよと、ここボリュームがついてるんですね。でなんでねこんなものを使うのかっていうと、最近ねこういうイヤホン使うこと多くないですか？昔はねこの手のイヤホンって音が悪かったんで、まあ、ヘッドホン使うっていう人多かったと思うんですけども、ヘッドホンって結構煩わしいしね、結構イヤホンをね使うっていうことが増えてきたと思うんですけども、そうなるとね問題があって、パソコンとかねのね音量を同じにしたまんまでヘッドホンからねこのイヤホンに切り替えると、これ小さいんで爆音になるんですね。じゃあパソコン側のね音量を絞っていけばいいんですけども、音量をね絞っていった時に、まあポータブルプレイヤーとかでも一緒なんですけども、音量自体は絞れるんです。でどんどん絞れるんですけど、ノイズのレベルって変わんないんですよ。なので音量をどんどん下げていくとノイズが大きくなっちゃうという現象が生まれます。なので音がいい状態っていうか、ノイズがね少ない状態で聞きたかったら、この差が大きい方がいいわけですよね。でこの差が大きいまんまこういうケーブルで音量を下げてあげると、音量も下がるしノイズもグッと下がるということになりますんで、こういったねケーブルを使うと、ホワイトノイズが聞こえるとか、なんか音がね止まった時にプチッっていうね、ダックの電源が切れるような音が入るとか、そういうのがね気にならなくなるかなと思います。まあ、手元でね音量を調整するっていう意味だけじゃなくて、こういうねボリュームを使うとね、ノイズ自体をイヤホンで使う時に聞こえる嫌なノイズとかを小さく してくれるっていうかできますんで、おすすめかなと思います。でまあいろいろね使ってみたんですけども、これね実は短いのもう一個持ってるんですけど、ビクターのやつがねいいです。で何がいいかっていうと、ここのスライダーですね、これはねスムーズなんですよ。スムーズだしガリガリ言わない、ここで言うわけじゃなくて、イヤホンつないでる時にね、イヤホンからここのねスライダーが悪かったりすると、動かす時にねガリガリガリってザザザザザってノイズが入るんですけども、ビクターのやつは入らないし、ここの動きも滑らかなので、ビクターのやつおすすめです。ということでね、まあ、手元でね音量調整したいよとか、それだけじゃなくてね、イヤホンで聞いてる時にホワイトノイズが気になるっていう方はねおすすめです。ホワイトノイズ対策の場合はね、これ上げちゃってたら意味がないんでね、音量をこっち側で絞って、まあ、iPod とか iPhone とか Android とかね、そういう、まあ、パソコンでもいいですけど、元の音源の音を上げてあげるという風にすると、ホワイトノイズとかね、DAC の電源のオンオフのプチっていう音とかね、そういうのが気になりにくくね、まあ、全くゼロになるわけじゃないんですよね、フィルターじゃないんで小さくなるっていう感じですね。まあ、これはボリューム付きのね延長コードっていう感じで売られてるんですけども、まあ、詳しい方に言わせるとね、まあ、アテネーターにはならないのかもしれないんですけど、まあ、アテネーターみたいな使い方、ノイズを小さくというかね、本体で出す音量を上げといてこっちで絞ってあげるっていう使い方もできますんで、おすすめだと思います。ということでね、今回はまあ小ネタみたいなものだったんですけども、ビクターのねボリューム付きのイヤホン用の延長ケーブルっていうのをね買ってみました。
この動画参考になった、面白かったっていう方はね、チャンネル登録とかグッドボタンの方もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もね、気軽に書いていってください。